きチャンネル。こんにちは。くるー。何ですか？何がくるんですか？何ですか？何がくるんですか？いや、くるーではなんですか？くるーといえば、ザキヤマ？ザキヤマさんが、さぞざきチャンネルのお題をくれたくるーじゃないですね。ザキヤマさんが、はい、この前沖縄で、テレビ番組 の、はい、ロケで一緒に回ってて、はい、で見てくれてるらしくて、うん、で佐々木さんこんなお題どうですかって言われて、はい、お題くれたんですよ、はい、しかもめちゃくちゃいいの、なんですか？それを今日やります、はいはい、いやザキヤマさん、はい、プレゼンツ、はい、佐々木チャンネル、今日のお題はこちらです。年俸総額10億円予算で作る最強チーム。10億円、予算は10億円、はい、でその中で、先発中継ぎ抑え、ピッチャーは、はい、でポジション全部、はい、で DH で打順も決める、うん、それを選手年俸 こちら週刊ベースボール2020年球界マネー最前線っていう回の、はい、これ全選手の年俸総額が載ってるんですよ。でその年俸、ここに載ってる選手の年俸総額の中で、はい、予算は10億円です、はい、で10億円で最強チームを作るっていう、これ今期の年俸が載ってるってことですか？そうです、2020年のランキング、ランキングです。へえ、だからもう1位はね、はい、ジャイアンツ菅野投手、はい、6億5000万、うわー6億5000万。で2位柳田選手ね、ソフトバンク、はい、5億7000万。うわ、で坂本、浅村、サファテ、バレンティン、山田テスト5億円。5億、これはもう外国人も入れていいんで、はいはい、でもその代わり津川のエースだったらもう6億5000万なんで、あと3億5000万しか使えない。でも10億円しか使えないんだ。はい、だからそのバランスを見て選んでいかないと、はい、だからいい選手取りすぎたら、ね、1000万の選手が乗ってできたりとか、あとは年俸少なくてもいい選手を探せるかどうかと、はい、うん、名前言えば中継ぎ、先発中継ぎ抑えだから9人の、だから12人なんですよ。12人、はい。全部で、うん、取らなきゃいけないのは、はい。12人で1億円ってなると、平均8000万ですよね。そうですね。はい、大体8000万ぐらいか。で、全員8000万で揃えれば、はい、収まるんですよね。そこそこいい選手12人。だから今8000万で言うと、はい、日本ハムビアヌエバ、はい、日本ハムマルチネス投手、で、ソフトバンク長谷川、ヤクルト石山、はい、広島今村、ソフトバンク武田、はい、で西武田畑、田畑はまだ多分契約す、この出る時点で契約が終わってない選手っていうのは、はい、去年のままなんですよね。阪神スワレス、西武スパンジェンバーグが8000万です。本人の選手はいくは7800万。ああ、なるほど。だその上だとね、8500万が三上投手で DNA、はい、で広島松山選手とか巨人田口選手で、ボギー選手が8100万、うん、で DeNA 三島投手が8100万とかね。楽天の新外国人も8000万ぐらいの、うん、シャリはだからやっぱり吉田正尚欲しいな外野でってなると2億円です。2億円かバランスを見て、やっぱ鈴木誠也かなって言ったら2億8000万。あ、でも鈴木誠也選手2億8000万が、うん、でも去年から1億2000万上がってます。うわ、やっぱり抑え山崎朝日投手入れたいな。3億5000万。高いよ。予算10億円ですから。10億あってもうわーすごい高いですね、うん、で12人だから、はい、で1人予算が大体8000万、平均8000万、はい、で行ったらっていうところで、はい、これは何気に面白いですけど難しいです。難しいですね、計算していかないといけない。そうなんですよ。まあ、じゃあまずエースから決めなきゃ。エース決めよ う、ね、エースエースにやっぱちょっとお金かけたいですね。かけたいですよね、はい、でも安くていい選手がいたら、はい、それはそれでこしたことないですよね。そこそこないです、はい、ちょっと上から見てエース6億5000万無理や。則本投手はいくらですか？則本3億円。これ3億円だってあと11人を7億でしょ。はい、そしたら1人当たり6000万一気に下がるっすからね。え、じゃあ佐藤さん的にエースの予算はいくらぐらいですか？1億から1億5000円。だって平均8000ですよ、うん、平均8000だったらもうちょっとエースに使ってよくないですか？4番もいるやん。だエースと4番にはかけて
後のところでもうちょっとこう抑えていく、5000万とか6000万とかに抑えていくとか。え、じゃあどれぐらいがいいですか、秘書の、秘書の仲間数秘書。私的にはまあ2億5000から3000はいけると思うんですが、どうでしょう社長。2億5000まず勇気いるね、2億5000で。お、3億ぐらい使っても私はよろしいかと。千がいるね、千が。あ、千が投手。3億円。3億円で千が投手。7億まだありますよ、3億使っても。こんだけあんねんで。いや、そうですよ。じゃあもうちょっと待って、エースと4番でいくら使うじゃん。エースと4番で4億5000万。エースで4番で4億5000万、はい、あと5億5000万を11になる、はい、やっぱりもう爆発力のある選手は必要です、社長。使いすぎちゃう社長、もっと気持ちを強く持って。そんな使っていけるかなまだ誰も決めてないよ。え、まあでもじゃあ最初社長のね、思いを言いましょう。おなんだ、めっちゃいい投手で安いのがいた。え、誰ですか。オリックス、はい、山本由伸。あ、大好きな人。9000万これは買いでしょ。いや、確かに3億使うところ9000万で抑えられる。しかも3億クラスでしょ。はい、いやもうこれからってもっといく選手ですよね。どんどん上がってる。先発山本由伸でしょ、はい、9000万ですもん。9000万で買えちゃうんだ。あ、じゃあ買いでしょ。これはもう3億の価値あるでしょ。あります、あります。じゃあもう先発山本由伸投手落札です。ありがとうございます。9000万っす。じゃあ山本由伸投手ですね。これはめっちゃお買い得っすね。キャッチャー、キャッチャー決めようか。先キャッチャー行きますか。キャッチャー、うん、はい、キャッチャーね。里崎賞を取った相澤選手はおいくらですか。1億8000です。意外と高いですね。高い。里崎賞取ってるから高いよね。高いですね。キャッチャー1億8000出せへんな。高いな。森2億円。森、え、森選手2億円ですか。森友哉です。まあ、それは確かに首位打者取ってますから。回はね、1億1000。おお、ちょっと予算いけるね。山本由伸投手よりも高いですけど、うん、ま、じゃあ甲斐選手が1億1000だとしたら、うん、2番ってもう次に来るのって誰ですか。阪神梅野。おお、1億。あと巨人小林誠司1億。あ、でもキャッチャーってやっぱまあね、大事ですから。これやっぱ甲斐ちゃん、まあ、そうですね。1億1000万だったら出せるでしょ。1億あアイザー欲しいですけど、佐々木翔太が高い。でもちょっと10億円の予算考えたら、そこまで予算ね、はい、そうですね。じゃあ甲斐っすね。甲斐選手で、はい、1億ですね。それピッチャー倒せて2億円ですか。そうそうそう、もうこれはいいですよね。次じゃあ4番いきますか。4番いきましょうか、はい、4番はやっぱりすごいの欲しいですよ。はい、そうなんです。でも高いですよ。4番ちょっと弾みましょうか。はい、ちょっと奮発しましょうかね。え、はい、でもまあ1億から1億5000だよね。はい、いやー、その上にいきますね。抑えますねだってまだこれから3000万とか4000万、5000万の絶対野手もいますよ。平均割ってくる選手。やっぱいいのはさ、はい、1億円前後なんだよね。そうなんですけど、やっぱだって、ちなみに今年で1億円以上が116人いますからね。そんなにいるんですね。116人が1億円以上ですよ。はい、欲しいな。山川2億1000万。うわ、でも私は払う価値あると思いますよ、社長。いや、鈴木誠也2億8000。私はいけると思いますよ。もうでも2億円使ってるんで、3人で4億8000万円で。はい、もうあと9人。9人で5億円くらい。それきついやろ。9人で5億円ってなったら1人5000万やで。はい、5000万で言うと島、はい、倉本、近藤投手ね、オリックス、はい、巨人、大竹投手、甲斐の高橋で、ギャレット、うん、ちょっと下がると阪神上本、野手だと DeNA 上里、うん、阪神大山、うん、オリックス若月、オリックス福田ぐらいが、まあ、はい、5000万前後なんですよ。いや、それでいいポジションとかも、まあ、作ればいいじゃないですか。でもそこら辺であと全部、そう、全部まとめなきゃいけないんですよ。やっぱ2億8000円するね。やっぱこれでね。どこですか。グラシアルにしようかな。あ、グラシアルがいくらなんでしたっけ。1億5000。頑張ったよ、頑張ったでしょ。グラシアルめっちゃ打つんですよ、はい、それで1億5000だったら、はい、ああ、いい買い物なんじゃないですか。いいでしょ。でこの間成績調べてめっちゃ打ってますもんね、うん、グラシアルにしようかな。グラシアルにしますか、うん、ファーストね。ファーストで4番ってことですね、うんうん、ファーストグラシアル、はい、ファーストグラシアル1億5000。今3億5000です。3億5000、はい、もう3人で3億5000。今3億5000使いすぎか。いや、まだいけます。だって6億5000残ってますから。大丈夫、大丈夫です。あと9人いるよ。はい、大丈夫ですって。あとじゃあ、はい、次どこ行きますか。やっぱショートとか、あ、でも DH もいますし、サード、
サード。サード。え、まずじゃあ佐藤さんがこの人欲しいと思う選手言っていけばいいんじゃないですか。あ、じゃあ俺これ買うわ。はい。買うわ。高橋で。ソフトバンク5000万って言ってましたね。5000万、はい、今見つけたから、はい、中継ぎ高橋で、はい、これお買い得でしょ。中継ぎいいですね。中継ぎ5000万、はい、これやっぱ安くていい選手も取っとかないといけないから。そうですね、高橋で。じゃあ5000万、はい。今じゃあ4億です。あと6億、まあ、でもやっぱ荻野高橋入れとこうかな。7800万。そうですね、平均はできますね。ベストラインだしね、はいはい、それセンター、センターオギの中島入れとこう。はい。近本センターにしようかな。近本めっちゃ安いよ、新人だったから。あ、そっか。あ、でも去年上がったんじゃないですかね、ここだいぶ。4500万。あ、4500になったんだ。近本センターにするわ。オギのレフト。オギのレフト。はい。近本入れよ。こうお買い得やし。はい。センターがじゃあ近本ですね。4500万。はい。お買い得。でも新人で頑張った人っていきなり1億2億になんないから。なんないですね。ちょっと倍になるじゃないですかね。それにしよう。今。5億2300万。ない、ないやってお高いんだよな。でもやっぱいいショートは欲しいんじゃないですか。でも坂本5億円だよ。もうにオーバーしちゃうよ、一人で。菊池選手はおいくらですか。菊池セカンド3億。3億か。浅村が5億じゃないですか。5億。あれ、森選手って今いくらぐらいなの。森は安いんじゃない。1万ぐらいかな、1億いってないかな。茂木は8100。8100か。今宮2億9000。あー、ちょっと高いな。うーん、今一番高くてグラシアルの1億5000ですからね。いや、もうここは超えれるの。宮崎1億6000。いや、そんなばっかり取ってた。田中康介1億5000、近藤1億5000、岡本1億4000。やっぱしますよ。いけるのか。1億5000、きついな。いや、まだでもあと5億2300ありますからね。ショートとサード、これでいこうかな。サード、福田、ショート、京田にしようかな。中日。え、ショート、京田選手っていくらですか。6400万。ああ、いい。4億ぐらいですか。いいですね。ね、はい、6400、うん、はい。で、サード、京田、あ、そう、サード、福田。サード、福田。6500。おー。5億ぐらいですか。だいぶ、ね、でもホームラン18本打ってますし、はい、期待の選手が入れてますもんね。そう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 。今何億いくらですか。今7億5200万です。あと2億5000。はい、約2億5000です。あと4人。はい、いけますよ。8000、はい、予算、はい、いけます、いけます。あとじゃああとセカンド。セカンドもな、まだ DH いますよ。そうだね。抑えと抑えちょっと見ようか。はい、抑え、お高いんだよね。楽天に入った牧田投手とかっていくらで契約したんだろう。牧田もお高いと思うよ。2億。2億するのか。2億するのか。西武の守護神松田1億9000。これから来る人じゃないとお高くなっちゃいますね。藤川球児も2億、ね、私の先輩増井投手はどうでしょう。俺って増井、はい、3億。3億するのか。高い。無理だ。ヤクルト石山8000。ここか、ここかな。石山かな、去年怪我で痛かったけど、はい、いい球投げるし。それか甲斐野かな。甲斐野抑えにしちゃう。そうします。まあ別に今抑えやってる人とかじゃなくてもいいし。そう甲斐野抑えにしちゃおうかな。いくらでしょうか。5000。あ、いいですね。甲斐野にしようかな、抑え。じゃああと3人で2億。はい、6000か。3人で、はい。DH もいますからね。もうどうするよ。こうなってくる。どうするよ。ほら、最初から見て3億とかいかれへんやろ。そうですね。秘書。でもね。言ってたらもう1000とかの方がいいから。そうですね。1000万とかでしたね。いや。でもいい選手いますよ、まだ。いるけどさ。予算が10億円。そうです。ザキヤマさんもいい値段設定するね。そうですね。10億って。難しいですね。これもう、ペンジいっちゃったよ。もう4400万円以下の人下がるわ。ルーキーとかどうですか、ルーキー。ルーキーどうなるか分かんないじゃん。確かに。成績見て決めたいですもんね。あ、これにするわ、俺。はい。中日の阿部ちゃんにするわ。お、去年だって2割9分なんぼでセリーグ打率。あ、結構10位、ベスト10入ってたから。はい。中日阿部。はい。3000万。はい。お、よくない？いいです。そんなにセリーグ打率9位だから、はい、10位か9位だから、はい、10決入ってるからいいじゃんね。いくらでしたっけ？3000。3000？
とすごい安く買ってくる、ねね、はい、ちょっともう一人安いんでいこうかなDH でね、大物取りたいですね。あ、そうですね、1億円ぐらい取りたいと。あ、でも DH 原口いるな、このすぐ下に2800万で。あ、原口 DH でしょうかな。で、ガイアでいいの取ろうかな。おいいのっていうか、みんないいのだけど、お高い人、お高い人ね、うん、はい、DH 原口にするわ、阪神、2800万、最初が来ました、ね、こっちも打つ、代打の切り札だから打つから、はい、よし、これであと1億4000となる。1億4000、結構いけるね、岡本やな。おー、いくらですか。1億4000。お、ぴったり。はい、ぴったり10億にする。うん、これすごくない。すごい、いや、なんかちょうど2800とかこう刻んで、うん、今足してちょうどあと1億4000万なんですよ。で、岡本にするわ、岡本。おお、決まった。レフト、レフト、レフト、はい、で、荻野ライト。あ、間違えた。あ、荻野選手をライトにするそうですね。で、あれ、福田レフトにするわ。ちょっともう分かんなくなってきた。ほら、10億ぴったし。はい、じゃあ打順決めよう。1番ライト荻野、1番ライト荻野隆。いきません。似てる年俸7800万。そこまで言うんですか。それ、それいこう、それいこう。はい、はい、わかりました。2番センター、近本、年俸4500万。いや、近本いた、いいのいた。いい選手がまだ新人だったからよかった。もうすぐ下高くなる。これ、あの、ちなみにマリンの谷保さん風のコールなんで、3番ファーストグラシアル、年俸1億5000万。上がってきた。いや、上がってきましたね。いや、これが最高額ですから。うん、4番岡本っすね。はい、サード。4番がサード岡本。はい、はい、1億4000万。先方1億4000万。もうコール全月はしょうがないですかね。はい、で、5番が、うん、DH 行ってますよ。いや、サード福田っすね。サード福田、うん、あれ、サード岡本ってことでしたよ。あ、レフト福田。はい、で、6番が、はい、セカンド阿部かな、3000万。7番に DH 原口、これが2100万。はい、8番キャッチャー買いですね。8番キャッチャー買い、うん、1億1000万。1億1000万。で、9番ショート強打ですね。おお、決まりました。で、先発山本、中継ぎに高橋玲で抑え買い。はい、決まりました。で、予算10億円ぴったし。はい、作れます。ねえ、これで、豊さんとかにもやってもらいましょうか。あ、そうですね、この縛りでね。はい、どっちが強いかっていう。そうですね。でも、これ重複ありですか、同じ選手使う。まあ、別に使ってもいいですよ、だってね、ドラフトじゃないから。あ、そっか、そうですね。そうだよ、先物勝ちになるからね。はい、まあ、でも一緒ってないでしょ。ないと思います。はい、好みありますからね。しかも10億ぴったりにしてるってとこが、はい、奇跡的に。確かに、刻んでぴったり10億になりましたからね。すごいでしょ。計算間違ってないかすごい心配ですけど、うん、多分大丈夫。まあ、荻野、近本、京田で足を使いながら、はい、で、グラシアル、岡本、福田の強力クリーンアップで、うん、はい、で、阿部、原口、甲斐の下位打線でしっかり上位までつなげるっていう、うん、こんなチームできましたけど、はい、まあ、皆さんどうですかね。どうですか。